皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、絶対に盛りたい GRWM をやっていきたいと思います。新しめのアイテムもいろいろ使ったりとかもしたので、だって窓開けてるからさ、向こう側の景色がすごい天気が良くて最高ですよかったら最後まで見ていってください。ということで、どうぞ。おはようございます。今日はイベントがあるので、ちょっといつもより盛りたいみたいな感じで気合を入れた GRWM やっていきたいと思います。そうで、今日は日焼け止めを最後にスプレーで仕上げようと思ってるんですよ。この最近使い始めたんですけど、霧が細かくて下に仕込んでも平気なんだけど、そう、まあメイク後に使ってメイクキープ力もアップさせる感じなので、今日は日焼け止めを飛ばしてトーンアップベースから使っていきます。はい、こちらミシャの M クッションベースラベンダーを使っていきます。化粧下地です。あ、ちょっと待って、ピンちょっとさ、私今っびっくりしないよね、やけどしちゃってさ、2日前に前髪がさ短いのにさ、このサイズでちょろんとしたお眉の前髪をこう巻こうとしたらジュッてなって、そりゃそう反省したみんなは気をつけてください。もうさ2日前ぐらいにやけどしたんですけど、未だにこんなに赤いから皮膚科行った方がいいのかな。ちょっとじゃあ使っていきます。ミシャからここ最近新しく発売されたあのクッションタイプ のベースでラベンダーカラーです。ちょっと私顔がね、あから顔で、わかる、なんかさ体と顔比べた時にまだ何も塗ってないけどさ、なんか顔の方が赤黒いというか、黒くはないけど赤い感じなので、 ASMR、 くすみを飛ばすラベンダーのいい下地ないかなと思って、ミシャのベース、クッション昔使ってたんですけど久しぶりです。ちょっと半分乗せてみよう。おお、結構白いぞ。しかもこれ化粧下地なんですけど、 SPF50+ PA4+ ということで、めちゃくちゃ日焼け止めカット効果もある。でも結構ラベンダーですね。もともとがちょっと透明感ある人みたいなお肌になって、そんなに厚塗り感が出てないし、自然なパープルカラーです。めっちゃいいかも。しかもお肌がなんか自然にツヤが出てくれて、まあこっちもあるか、でもなんかすごい自然なツヤ感が出てる気がします。良さそう。これ初めちょっと白くないと思ってびっくりしたんですけど、どう、青白すぎ、青ではないけどでもめっちゃいい気がするんですけど、どうだろう。ちょっと一旦こっちも塗ってみます。なんかね、使用感はすっごくいいです。しっとりしてて、なんか今度またさ、前回あげて人気だった企画のデパコス VS プチプラ企画の第2弾をね、撮りたいなと思ってて、気になる新作のなんかプチプラとデパコスで似てるかなって思うやつをたくさん集めて買ったりしてるんですけど、その中の一つでこのミシャも買って、最近さ、こういうさカラークッション、カラーベースクッションみたいなの結構デパコスでも流行ってるじゃないですか。一番最新だとディオールのカラークッションもう名前よくわかんないけど、なんて言えばいいのか、なんかそのジャンルが発売されたかなと思うんですけど、1個前だとアディクションかな、アディクションもクッションで日焼け止め効果も高くて、なおかつちょっとカラーも展開があるみたいな下地クッションが出てて、ですごい気になってたので、ちょっとそれもまたプチプラデパコス比較したいと思います。どっち、アディクションかディオールか、どっちを購入して比較するかはまだ秘密ですでもちょっと先にこっちが届いたので今日使っちゃおうと思って、透明感を、なんかでもやっぱ顔は透明感出たけど、ちょっと首との差が、首がさ私黄色いからさ結構浮いちゃうから
首も乗せた方がいいね。ちゃんとメイク落としを使えば問題ないかな。なんかそんなにでも塗ってもベタベタしないから、まあ使いやすいかな。でもこの後普通にあれか、ファンデーション塗るわ。うちファンデーションの存在忘れてた、そういえば。まあまあこんぐらいでいいか。うん、でもすごい首元もすごい綺麗になりました。トーンアップした。これで一日綺麗にキープされていたら、とっても私はこの下地好きです。でミシャのクッションさ、やっぱクッションが出始めた頃に一番バズったじゃないですか。だから本家っていう意味ではやっぱいいアイテムですよね、きっとね。そしたらちょっと毛穴を埋めておきたいので、このヘラのエアリーパウダープライマーを使って毛穴が気になる部分にのせときます。やっぱイベントは人混みが多いというか、人が多いので密集してる分暑かったりとか、なんか私結構こう人が多いところちょっと苦手で、こうホットフラッシュみたいな現象というか、ちょっとこう体がその一気に熱くなってちょっとてんやわんやしちゃうみたいな感じがあるので、テカりやすいので、仕込みの段階でちょっと崩れにくいプラス毛穴が目立ちにくいプラステカりにくいこのプライマーのタイプのパウダーを仕込みます。なんかピコピコいってる。携帯をね、そう携帯新しくしました。なんか携帯新しくしようか迷うみたいなのこの前の動画で話してたと思うんですけど、新しくしました。嬉しい。パソコンとか携帯とかは仕事にで使うから、割と新しいものに敏感に取り入れていきたいなっていう気持ちはあります。なんか最近またこれにハマってんの、 RMK のファンデーション。ちょっと前のシリーズで、このシリーズの後にも RMK からいくつかファンデーション出てるんですけど、ティントタイプのすごい薄膜のやつとか、マットタイプのファンデーションとかいろいろ出てるんですけど、私的にはなんだかんだこれがやっぱりすごい良くて、久しぶりに使ったらまたハマりました。うちアップがいいか。やっぱメイクアップの方が見やすいですよね。こんな感じで RMK のせました。ちょっとここは上にファンデーションのせんの怖いから、もうあえて隠しません。このままいきます。でパウダーはこちら、コスメデコルテルスパウダーの1番。これも最近ハマってよく使ってて、そんなにね色はついてないんですけど、ふわっとサラッとなります。真夏はちょっとねテカりやすい気もするんですけど、まあ、まだ真夏をこれを使ってみたことないからわかんないけど、でも今の時期はすごくちょうどいいですね。したらこちらレブロンのカラーステイプレストパウダー N を使ってシェーディング入れていきます。なんかこう押すスタンプっぽくのせます。こんな感じかな。おでこはまあ前髪があるので隠れるんですけど、はい、ノーズシャドウ。やっぱイベントの時は顔の凹凸感があった方が写真映えもするので、いつもよりも濃いです、全体的に。したら同じコンシーラーで眉毛も描きます。これ結構ね発色いいから、眉毛にも明るい髪色の方は全然使えます。ほら今日さ、近くのカフェに朝行ってちょっと本読んだりとかしてたんですけど、そこがね、ペットかのワンちゃんとかがね、あの散歩の時に来るようなおしゃれな可愛いカフェで、でそこに来てたワンちゃんが超可愛くて、初めてさ触った犬種だったんだけど、触らせてくれたの。なんかねすごい細くてシュッとしてた、アメリカンなんちゃらみたいな、イタリアンだイタリアングレーハウンドっていうワンちゃんなんですけど、めっちゃ可愛かったんだよね。2匹とも2匹いて2匹とも同じ犬種で可愛かった。
なんか昔はさ、ワンちゃんって言ったらこう毛がふわふわしててマルチーズみたいな、こうふわふわふわみたいな子が好みだったんですけど、なんか初めてうわかわいいって、なんか新たな扉が開いちゃいました。なんかちょっとこう短足じゃないな、なんていうの、短い毛の犬種。今日はちょっとリップを濃いめに仕上げたいので先にリップ塗ります。じゃん、ナーズの181番のこのリップペンシル。これ質問でどうやってこれ繰り出せばいいんですかみたいな来たんですけど、繰り出し式ではなくて削らないといけないな。多分1000円ぐらいで、あのナーズで削るやつが売ってます。ちょっと大場目に書いてこれで埋めます。これをメインにしてやっていくんですけど、まずこちらアイシャドウですね。ナーズのトータルセダクションアイシャドウスティック13745番、使います。毛が短い犬種の猫ちゃんとかもいるじゃないですか。すごい毛が短いとか、もはや毛が生えてない猫ちゃんとか、なんか今日出会ったそのイタリアンワンちゃんはそこまで毛がないわけじゃないんですけど、でも毛がすごく短い子もすごく可愛いなっていう新しい扉を開いちゃったので、猫ちゃんも毛が生えてない犬種ちょっと見てみたいなと思いました。見たことないんですよね。なんかすごく神々しいですよね。ちょっと女王様っぽいというか、エジプト系のイメージはあるんですけど、なんか子供の頃はちょっとその見た目が怖いなって思っちゃってたんですよね。なんか神秘的すぎてというか、なんというかちょっと個性的な見た目だったから。でもなんか今見たら一周回って逆にすごくかっこいいっていう魅力に魅了されそう。なんかそういうのありますよね。昔は嫌いだったけど大人になってから改めて考えたらすごくいいなっていうことに気づいたりするみたいな。これね、人中短く振るようにも使えます。この色すごい可愛いです。なんかね、絶妙なグレージュカラーなんですけど、私グレー苦手なんですけど、くすみすぎないグレーカラーなので、結構ね、結構グレー苦手な人間の私でも使えるから、相当使いやすいグレージュな気がする。こういうスティック系ってよれやすいイメージあると思うんですけど、逆によれにくいです。フィット感がかなり高くて、直塗りしても全然よれにくい。あとはアイライナーとして使ったりとか、あとアイシャドウベースとして仕込みに使ったりとか、結構多機能なのでおすすめです。で、目の下にも、うん、こんな感じ。結構ね、いろんな色出てるんですけど、セレクトして選びました、イベントで。これ両方めっちゃいい色、かわいいよね。絶妙な2色。はい、こんな感じで。そしたら涙袋にこのペリペラ使います。こっちのコンシーラーカラーで目の下を涙袋で、じゃん、こちらシンクロマティックアイシャドウパレットのコンパショネイト使います。ここのツヤツヤカラーをキラキラを足します。ちょっとアップにする、そしたら目の上にここブラウン、そしたらもう一回最後このスティックに戻って、オッケーです。こんな感じ、いい感じです。うん、楽しみにしてたこちらエテセのアイエディションラッシュトップコート01番使います。これ、まあ、トップコートっていう名前だけど、まあ、マスカラ、普通にこれ1個で完結するマスカラなんですけど、こんな感じでギザギザが2つついてて上と下で、
で、これでアイドルみたいな束感まつげが作れるようなマスカラになってます。まず普通にギザギザの方で塗っていきます。エテセはさ、すごいマスカラも優秀で、あのベースマスカラベースすごくいいと思うんですけど、アイドル風のまつげをこれで作れるということで、今日はちょっとリップもメインなんですけど、綺麗なまつげも演出したい。で、多分こっち側のギザギザで、わ、すごいマジで本当だ。え、すごい本当になるほら、すごいまとまってない？めちゃくちゃ気に入った。本当に束感になる。これで一回さ、まず普通にこっちで普通に上げるの。まずここの段階は普通ですの感じでしょ。したら逆側のギザギザの方で、わかる？なんかさ、束感が出るの。すごいいい感じかも。このリファの180は熱いな。やけどしたから、その日その時に買いました。前髪用のちっこいアイロンが必要だと思って。でもこれすごいの、なんていうの、充電式で持ち運べます。最強。こんなコンパクトで、なんかね、学生さんとかに絶対いいよね。これでちょっと、うん、全然怖くない。もっと早く買えばよかった気にはなってたんですけど、なんかあるしなみたいな。ストレートアイロンも、普通のサイズのストレートアイロンは持ってたから、まあいいかと思ってたんですけど、やっぱ前髪はこういうのじゃないと危ないよね。日焼け止め、ちょっと最近はね、紫外線がもうだいぶ降り注いできて強くなってるので、こちらのトゥイガンの日焼け止め、イエロー UV サンプロテクトミストを使っていきます。このブランドが2023年の4月に初めて日本に上陸してきた、まだね、日本ではまだ知らない人も多いんじゃないかなっていうような新しめなブランドです。でもカラのギュリさんとかが愛用してる一部のね商品を愛用しているらしくて、それをテレビかなんかでこう言ったのかな、なんかそれでバズったりとかしたんですって。でそっからすごく韓国でも人気があるブランドみたいで、日本にも届いたということで、ちょっと私も最近使い始めたんですけど、めっちゃいい。お、すごいね、リファが切ってくださいって、使い終わったら切ってくださいって言われた。でこれがビーガンのねアイテムで、4月に発売されたばかりの新しいコスメ新しい日焼け止めみたいです。でビーガンのね商品なんですけど、こんな感じで見えましたか、今霧、本当に霧のように細かい、今もまだこう空中に舞ってるんですけど、そんぐらいとってもキメが細かい霧みたいなミストが出てきます。この中にウコンエキスとかも配合されていて、スキンケアしながら日焼け止めができるっていうアイテムみたいで、でもね、なんか確かにしっとりしてる感じはなんかね感じるんだけど、まあ重たい感じもしないので、割とキープミストぐらいな感じで、オイル配合のキープミストよりは軽めっていう感じ。やっぱミストタイプだとメイクし終わった後に塗るのももちろんそうだし、あの外出先とかね、あのお出かけしてる時とかにも気づいた時に塗り直しができるので、すごく使いやすくて、あと首元とか普段こうなかなかつけづらいところにもつけやすいです。あとね、色が無色なので、たとえちょっとこういう黒いさリボンあたりのところにこうシュッてやっちゃっても全然変わらないので、心
こら辺に載せた時に洋服が汚れちゃったりとかするの嫌だなとか、白くなっちゃうの嫌だなっていう方はすごくこれ使うといいと思います。まあ、スプレータイプですけどノンガスタイプなので、あの旅行中とか飛行機の持ち込みも可だし、あとパッケージがね可愛くて黄色なのでバッグの中でも目立ちやすいっていうのはねすごい感じました。私もねこれ以外の日本のメーカーの、まあ、スプレータイプのあの日焼け止めとかも持ってるんですけど、持ち運びの中で一番目立ってるもう携帯よりも何よりもすぐ手に取れちゃうっていう、携帯も黄色だったらこんなに目立つのかなっていうふうに思ったぐらい、すごくねなくしづらい日焼け止めかなとも思いました。はい、個人的な感想なんですけど、すごくね最近気に入ってます。でもう一個すごくね気に入った、同じブランドで気に入ったアイテムがあって、じゃーん、こちらもねビーガンの商品で、ホワイトホールサムクレンジングバームです。はい、テクスチャーがこんな感じで、トロジュアバームと呼ばれるくらい肌にのせると体温で溶けるクレンジングになってます。洗い上がりのお肌の水分量をアップしてくれて、ダブル洗顔も不要のバームになってて、実際私もね使ってみたんですけど、なんか結構私メイク濃いんですけど、こんな感じでそれでもダブル洗顔しなくても汚れも落ちてたりとか毛穴詰まりとかもすっきりしてて、だけどしっとりと水分量アップした感じなのも確かにわかるなっていうぐらい、なんか洗い上がりも突っ張らない感じがすごくねいいなっていう風に思ったアイテムです。洗浄力もあって、なおかつなんかこう洗い上がりもスルンって落ちてくれて、ずっとお肌に残ってる感じとかもせずにベタベタしないんで、もっちりしたお肌にしてくれるっていう、私これねめちゃくちゃ好きです。 GRWM でクレンジング紹介するのちょっとあれかなと思ったんですけど、めちゃくちゃ気に入ったのでみんなにシェアしたいなと思って、ちょっと今回あの最後に紹介させていただきました。これもねめっちゃおすすめ、しかも結構大容量なので、あの少量ですごく伸びてくれるし、結構ね長持ちするんじゃないかなっていうふうに思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。ちょっと久しぶりにがっつりイベントの時の森対比メイクみたいなのをやってみました。なんかやっぱ黒とかこういう感じのちょっとブラウンリップとかね、やっぱ好きだし、自分になんか一番しっくりくるなって思います。ね、撮っちゃってるわ。こんな感じのメイク提案をしてみました。よかったら参考にしていただけたら嬉しいです。これもね本当に最近愛用してて、やっぱりお出かけする夏これから絶対必須なんじゃないかなと思います。概要欄の方に詳しくはね載せておくので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお待ちしております。またインスタグラムやツイッター、TikTok やレッドなどもやっているので、よかったら遊びに来てください。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。